水害とは、水による災害の総称。洪水、高潮など水が多すぎるために起こる災害の総称。水災害や、水災とも。洪水、浸水、冠水、土石流、山崩れ、崖崩れなどがこれに含まれる。津波による被害は、通常は、水害というより、地震災害の一種と捉えるか、また単独で、津波災害とくくるのが普通である。 歴史に残る水害の不死も参照。洪水、高潮などと分類する方法がある。原因が堤防の外側か内側かで、外水氾濫、内水氾濫と分ける方法もある。外水氾濫はさらに以下のように分けられることがある。雪解け水の増加によるものを、融雪洪水と分類する。特に都市部で起きる水害を、都市型水害や都市水害、都市洪水、 都市浸水などと分類することもある。予防と被害軽減の両面が必要とされる。異性者による治水、コミュニティによる自衛策、個人による自衛策などがある。日本で水害など災害が起こった場合、主として消防機関、水防団、地域の自主防災組織が救援救助に当たるが、大規模災害の場合は自衛隊に災害派遣の要請を行うこともある。 死者行方不明者数200人以上のものを挙げる。死者200人以下は集中豪雨を参照。台風による被害は台風過去の記録的な台風も参照。また、1974年の玉川水害が東京都内で起きた水害として著名である。世界大百科事典、水害、日本大百科事典、水害、土砂崩れは様々な原因で起きるが、 その中でも、大量の水が原因で起きる土砂崩れは、同時に水害にも分類される。ちなみに、風によるものは風害、雪によるものは、雪害、落雷や高氷によって起こる災害は、雷害と呼ばれる。計画降水位の順に高くなる。AB 横浜市道路冠水に対するご協力を、道路冠水の一番の原因は、雨水マスのつまりです。雨水マス2に。 落ち葉やゴミが溜まっている場合は清掃をお願いします。台風の際、落ち葉などのゴミで冠水した道路画像。内閣府防災。資料8。2019年9月18日閲覧。教職員教祭。住宅災害等給付金付加課再教祭事業規約。2019年9月18日閲覧。エージェンシー。 気象庁ジャパンミキラロジェクル南山城の大雨昭和28年8月11日から8月15日 www.data.jma.go.jp2018 年7月19日閲覧ありがとうございます